今回から新しいチャプターに入ります、えっと、基本的には現代の暗号の歴史を振り返った時にあの一つ大きなあの転換点があることが分かります。それは昭和によるあの量子コンピューターによるその今までの暗号が破れるっていう発見ですね。 でこの授業では手話の,のアルゴリズムをざっと見ていきたいと思ってるんですが最初に手話のアルゴリズムがどういうインパクトを与えたかというのを見ていきたいというふうに思いますでこれは非常に後半にわたったインパクト今も与え続けていると思った方がいいんですけれどもでまああの単純に言うとあの暗号は破られる っていう悲観論からいや大丈夫だっていう楽観論が繰り返し交互に出てくると思ってもいいんですが、着実にその背景にある問題っていうのが認知されてきてで、これを何とかしなきゃいけないっていうのが、暗号の世界での共通な認識にないつつあるって言うのが、あの新しい動きだというふうに思います。で、最初に主のアルゴリズムですあの発見された。1994年ですね。 で量子コンピューターを利用すると RS 暗号の基本である損失分解が多項式時間で実行できることを理論的に証明しますでこのアルゴリズムを用いると実は RSA での損失分解だけじゃなくて大暗号あるいはその基礎には二酸体素暗号があるんですがそれも多項式時間と示されて暗号技術界に非常に大きな衝撃を与えました でまあ、これは例えばあのピタシアの言葉なんですが、まあ、ちょっと煽ってるところがあるんですがあのもしもコンピューターが簡単であればでどこにでもいるスパイはそれを欲しがるだろうで我々のコードは全て失敗するで,でスパイたちは我々のメールを読むことができるだろうで我々が カンタムの暗号技術を得てでそれらを追い払うまで,でこれはある種の悲観論というかカンタム暗号はこういうので暗号の技術がとてもとてつもない変化をもたらすんだというそういうまああの継承を発したわけです。ししかし 手話のアルゴリズムを実行する量子コンピューターの実現は当時の技術では極めて困難でしたでこうして時間とともに手話のアルゴリズムが現在の暗号技術への当面の脅威ではないという楽観論がむしろ広く共有されることになりますで確かに現在に至るも手話のアルゴリズムを用いて現在利用されている暗号化を破るような量子コンピューターは未だに存在しませんこれは事実の問題です でこれはモルカ・ストラッセンの発言なんですが、えー、電子名簿を読むのに、まあ、たとえスパイやそのスパイの領主マシンがどんなにあの卑怯なものであったとしてもで安心していいで彼らはまだいまだ十二や十5の素因子分解しかできないんだからでこれもあのシュスの認識としては あの正しいものですね逆に言うと確か1号だったと思うけれどもあの粒子コンピューターっていうかまあそれ専用マシンですけれども1号の損数分解に成功したこれはしかし今の暗号はとても足りないんですねでそういう状態からですねまた一つの大きな転機が訪れますそれは2015年にそうした楽観炉に NSA があの警告を発するんですね。とても大事な決定なんですが、こういうことをあの宣言します。我々は来たるべき量子体制アルゴリズムへの移行について、早いうちから計画的にりとコミュニケーションを開始することを決定した。我々の最終的な目標は、量子コンピューターの潜在的能力に対して、コスト効率の良いセキュリティを提供することである。 で、この NSA の決定を受けて NIST は2016年からポスト・コントアープリストグラフィーの標準化の策定の作業を開始します。その計画によれば早ければ2022年遅くとも2024年までに新しいポスト量子暗号技術の標準を決定する。 そういういことを宣言してずっと数ラウンドにわたってもう今第3ラウンドが終わったところ今第4ラウンド2022年なんですけれどもでその時の NSA の原料認識とのとてもあの危機感にあふれたものでしたでこれはモスカーってあのミケル・モスカーっていう人なんですがで彼の評価によれば RSA の2キロ2 0 0 0ビットの 暗号はおそらく2026年まで7分の1の確率で破られるだろう。でそして2031年にはその確率は2分の1になるだろう。これはまあ2015年ですからまあだいぶ前ってだいぶ前ですがで今から思えば2031年ってあと10年切ってますね。あとあの当時の彼らの予想からすると。 あと10年もすれば、その、現代の暗号技術は約半分の確率で破られるという認識を示しました。これも大事なことなんですが、不幸な、あ、これは翻訳しときましたんですが、これはとても大事な認識ですね。不幸なことに、楕円曲線の利用の拡大は、量子コンピューティング研究の絶え間ない進歩の技術と衝突するものであるで。すなわち、量子コンピューティングの研究は、 大曲線暗号化は多くの人が勝ってそうなるだろうと期待したような長期間にわたって有効なソリューションでないことを明らかにしたこうして我々は戦略の見直しを余儀なくされてきたでここで言っている大曲線の利用の拡大っていうのはあの一番典型的なのはおそらく暗号資産暗号通貨ブロックチェーンあるいはビットコイン自体がそうですね で彼らは暗号化の手段として、主要に大曲線を使ってきまして、大曲線暗号をです、ね、使っていましたただこれは安全じゃないよということを NSA は警鐘を発してるんですね。で、そういう利用が広がれば広がるほど危険は拡大する、でここではもう一度、あの大曲線暗号に依拠した暗号通貨。 あるいはブロックチェーン技術は危険なんだということをはっきりさせるように戦略を立て直そうううというふうに変わりますでこうした流れの中で実は2019年にグーグルがネイチャーに論文を発表しましで、彼らは普通のコンピューターで解けば1万年以上かかる計算を200秒で解いたこれもいろいろ実は論争があって。 あのかなり、あの、まあ、多分1万年はかかんないだろうという話だったんですけれども、で、これがまた一つ大きなあの議論を巻き起こします。で、これはあの多くのメディアでも取り上げられて、ある政治家はもはや破れた案はないとツイートして、またビットコインが暴落しましたね。で、大きな波紋を呼ぶことになります。これもだから、まあ、ある意味 あの手話のアルゴリズムのインパクトってまだあの呪文のように続いてるっていうことをはっきり示したあの事件だと思います。ただ少なくとも発表されたグーグルの量子コンピューターが現代の暗号を解くかといえばこれは全然そういうことじゃない。量子のののとというのと手話のアルゴリズムが 実現できると全く別な話ですね。まあ、それはほとんど誤解に基づくものだと思っていいと思います。で、しかしがビットコインは暴落して、これは直接には量子コンピューターを警戒してそうなったわけですけれども。である政治家はアンドリュー・ヤングという人。これは彼は今もあの民主の大統領候補の一人ですね。で、グーグルのの 量子コンピューターの達成はとても大事なことで,でそれはあのとりわけどんな行動も安全ではないということを示したという、まあ、これはだからそ少なくともあの Google が達成したこと自体とはかけ離れてはいるんですけれどもただそういうものが広く広がったということです。 でまあ、だから、暗号業界あの世界の中では2022年に先ほど話した NSA や NIST のずっと連続的にあの考察をしてきて検討してきてで今年の7月ですね NISTIR8413 というドキュメントを発表するんですが これではあの公開記事暗号や電子証明についての,あの標準化の候補というのをあの絞ります。で、まあ、まだいくつかラウ,ラウンド4が残ってるのかもしれないんですけれどもその中から選ぼうというふうにあの標準化の候補があのいろいろ検討されてるいのが現段階ですね。これはとても大きな変化で もう具体的にこういう暗号を標準的に使おうという提案の精査が、えっと、だいぶ長い時間をかけてるんですがあのどんどん出てきているということですね。 えと最初この辺もう詳しく説明しようと思ったらか、ね、あのテクニカルっていうかあの細かいあの暗号異常と比較なんですけれどもまあそれいずれも大体ラティス暗号に影響しているので、まあ、非常に大雑把な工夫ですけどで、まあ、今回あ手話のア,ュアルゴリズムの,あの概略を紹介してから リストの標準化の提案の中核であるあのラティス・タンゴの話をしてみたいというふうに思っています。